はい、ワッツアップ YouTube ワンちゃんです。どうもどうも。これからやっとメキシコの、フェスティバル出演ということで向かいますが、出演するイベントはオハマレーベルキャンプっていう、オハマレーベルという多分レーベルがメキシコにあるのかな、そこの、まあ、レーベルパーティーに、まあ、出演させてもらうということで、じゃあ楽しいショーの始まり、オラー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 、こんにちはですじゃあ、これからですね、メキシコでのプレイに向かい、変化のスペクターソニック様とバーターワンちゃんでポッキーキューロしたいと思ってますこれ窓を開けてましたら窓を閉めろとまで言われまして、なぜかというとだいぶねちょっとエリア的にねやばいところを今走ってるんで、ビヨンとちょっとね、街のね、雰囲気やばいんですよね。だんだんこう、隠れますか、このなんか、すべての建物がむき出しになってる感じ。でもね、山の上に登れば登るほど、日もバラックになってくるんですよね、建物が。ナイスビュー、アクチュアリー。景色いいね。今山の方へどんどん向かっております。第1回目の僕の出演するパーティー、メキシコでのパーティー、オハマレーベルキャンプに来てます。僕これからプレイするんですけど、ちょっとその前にキャンプレポートしたいかなと思います。それじゃあ行ってみよう。もうみんなで今和んでる感じですね。会場はこんな感じになってるみたいです。多分キャンプ場か、なんだろうね。ね、このツリーハウスも可愛いね。こういうキャンプ場を持てたらいいな。 DJ ブースの後ろに今真後ろにいます。こんな感じです。じゃん。山奥、もう電波も通らないんで携帯のね、どこでやるか、やってるかよく分かってないんですけども、なんかメキシコシティの北の方ですね、北の方に上がってたところで、すごいパーティー、アットホームなパーティーかなっていう感じで、前にやったブラジルみたいなああいう商業的なビッグパーティーってよりも、なんか仲間内が集まっててみんなで踊ってるみたいな、すごい雰囲気が僕はいいなと。日本っぽい。これからね、マー君がやります。で、その後に今回も呼んでもらったソベさん、ちょこちょこ映ってると思うんですけども、ソベさんが DJ して、その後に僕という順番になってます。まあ、マークが始まりますね。パーティーいっぱい続くんで、なんかスタートとしてすごいいいなって。そして呼んでくれたショベさんたちが今バーベキューやってるんで、行きましょうマー君頑張って。ウーフー、ビービーキューこんなにマー君が今一生懸命頑張ってるというのに、俺たちはのんびりバーベキューをしています。Played Masaya. You want to take sausage to Masaya? No. He's coming back, I know. はい、じゃあ溶けたやつにこれを入れて。
でソルト入れます。はい、キャサディアね、これね、これキャサディア。じゃあクランチパンパン、僕のプレーが終わりましたね。一通り終わったのでもう帰ろうということになりました。メキシコの人たちはみんなこう愉快で、やっぱラテン系の人たちはいいですね。僕は好きです、乗りパスで行けるところは。なんかね、誰か誕生日みたいなんで、その誕生日のお祝いをしたら、車で帰ろうという感じでございます。マサヤ君の誕生日、カナル、キエスのタピタ、グラーナ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 ーなあ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 なを通じていろんな国の人たちと仲良くなるって最高だなって、思います。今日仲良かった人たちばっかりなんだけど、なんかみんないい人たち、なんかこういうのが輪がね、広がっていけば戦争もなくなるかもしれないなって、やっぱり音楽の力偉大だと僕は思ってます。標高が高い上にさらに山の上っていうね、田舎の方って感じですね。貧しいエリアの家はこんな感じだよな、メキシコは。サンホセールヒヨリドっていうところもね、このね、シエラネバダ国立公園の近くのとあるキャンプ場というか山におそらくいたと思われます。僕たちは一路ショベさんの家に帰りたいと思います。もうグーの出も出ないぐらいクタクタです。ということでまた、会いましょう。パーティーが終わりました。パーティーズオーバー。それではまた会いましょう。さよなら。